どうもベタです。バーサーがやっていきたいと思います。はい、本日は、2018年がもうすぐ終わってしまいますっていうことで、2018年、簡単に振り返させていただこうかなと思っております。まあ、そしてちょうどね、いいタイミングにリクエストいただきました。まあ2018年ガチャを回して課金額ランキングで教えてほしいですって言われました。ですがそれはね、残念ながら課金額覚えてないんですよ。総合計はまあ iTunes 調べればなんとか調べることができるんですけど、ちょっとね、個々のガチャどれ回したか覚えてないので、はい、すいません。それではなく、まあベタの印象に残ってる、キャラ、イベキャラをランキング形式で発表していこうかなと。まあ第5位ぐらいまで発表しようかなと思っております。まあ皆さんの中でもね、まあ自分の動画を見ていただいて、このキャラ印象に残ってますよっていうキャラありましたら、コメント欄で教えていただけると自分の今後の動画のね、参考にもなりますので、ありがたいです。よろしくお願いします。まあではまず第5位から発表していきたいと思います。第5位、今年の1月1日、多分ですが、パワサカパワプロ会初の PSR 10連 PSR チケットを10連させていただきました。まあその時の当たり枠、まあやっぱり印象に残ってますよね。こちら水着のユール、まあね、計今年はね PSR 10連3回させていただきました。3回やったけど、やっぱ1番目が一番緊張しましたね。ネモさんにはずーっとシゲのコールされるし、ね。もう、変なの当たるなと思いながら弾いてました。まあその中で当たり枠一つ弾きましたので、まあやっぱりこのキャラ印象に残っております。今現状、やっぱり二股三股、彼女を多く持ち込める高校が少なくなってしまい、ゆるちゃんの出番がかなり減ってます。ですが、果敢なシュートトライ確定。しかも、ゴーラーズハイ。やっぱり強い金属なんですよ。なので今後ともね、使う機会はあると思うので、また今度使っていきたいと思います。はい。では続きまして、第4位。まあ、自分はこのキャラを引くことができ、ほぼほぼスタメン更新できたんですよね。今のスタメン、ほぼこのキャラを入れて作っております。はい。お分かりの方いると思います。まあ、第4位は、水着のサラシナアズサ。やっぱりね、金徳が、まあ、オフェンス、ディフェンス、ミッドフィルダー、すべてに対応してますので、ぶっちぎりということで、強いです。まあ、自分の主戦場の、先陣谷高校。まあ、そちらの高校でね、やっぱり、大活躍してくれてるんですよね。まあ、こいつはな、無理やり当てに行ったって感じでしたが、まあなんとか PSR も当てることができ、で50もすることができ、ありがたかったです。まあこいつのおかげで8月、9月、10月、その辺を乗り切れたのかなと思っておりますので、結構感謝してます。この子にはね。まだこれからもね、先陣谷高校、査定では多分まだ一番強い高校ですので、まだまだ、US5 目指して、こいつは欠かせない存在になると思います。しっかりと使っていきたいと思います。はい。で続きまして第3位、まあこれはね、イベキャラがっていうよりかはそれを含めて、まあ去年の暮れから今年の初めにかけてイベントありました。今と同じイベント、パワフルサッカー杯、そちらの方の1月1日ですね。去年は1月1日にもライブがあったんですよ。今年はね、1月1日休みなんですよね。真ん中の休憩時間に入ってるんですけど、去年はありました。そして、その中、ツイッターで、ある噂が立ったんですよね。12時間ほど自分、ライブ止まったんですよ。正月に。まあ、それは普通に、生活してて、実家帰ってたんで、挨拶回りとか、親戚の挨拶回りとかしてて、止まってたんですけど、まさかまさかのベタ死亡説。
それは本当にネタなんですけど。まあ、それがね、うん、そこまでか。まあ、ライベック、ずっと走ってるイメージが多分自分にはついてたと思うんですよ。うん。まあ、確かにずっと走ってました。ずっと1位取ってました。まあ、でも、ちょっと止まったら、そんなことって、マジでっていう感じになっちゃって、しかも知り合いから電話までかかってきたんですよね。大丈夫って。いやー、ね。さすがにびっくりしました。ということで、まあ、まあ皆さんもキャラわかると思いますが、自分の中で印象に残ってるの、第3位は、ムツキ。まあこのキャラね、うん、そういう、うん、イベントも含め、印象に残ってるってのもあるんですけども、もう、マジックパスっていうのは、半年ぐらい、もう無双状態だったんですよね。初めの2ヶ月ぐらいは、本当にもうマジックパスだけあれば、もう、スタジアム買っちゃうよ。まあその後も、まあ今も普通に強いんですけど、マジックパスが。本当に強い金属で、唯一こいつが取れてた。うん。まあ、成功率は低い低いって言われてたんですけども、やっぱりこの子を入れるだけで、コツがね、安定するんですよね。すごい技術を消費するコツ、いっぱい持ってます。なので、聖火第一高校では、もう、ムツキがね、必ずいるっていうぐらい、うん、ムツキ取れなかったらダメっていうキャラでした。もう人間キャラだった。結構印象に残っております。はい、ということで第3位まで発表が終わりました。まあ、続きまして第2位、まあ、こちらはね、まあ、皆さんの中で第1位なのかもしれません。まあ今年最大の闇ガチャ、まあ、前回ね、うん、上げさせていただいたミネ君の SR が確定から、まあ、10万ぐらい使って当たらなかったっていう件ありました。まあ、最近は CM 効果もあり人が増えて、まあ、そっからは結構自分ガチャ運良かったんですよ。なのでベタさんってガチャ運いいですよねっていう思ってる人いると思うんですよ。ですが、もともとガチャ運って最低なんですよね。自分多分動画見てる人は知ってると思います。古くから見ていただいてる人は知ってると思います。まあ闇ガチャといえばこちら、もうこれしかないでしょ。明け星、せつか。せっちゃんですね。まあ、確定枠で、まさかまさかの、まあ、その時むっちゃくちゃいい引きして、PSR と SR 当たったんですよ。60連かな。当たったんで。来た、これはもう50するしかないって。まあ、ちょっとフラグ立てちゃったんで、もう50、ね、当たったら50するよって感じで動画で言ってて、まさか当たっちゃったんで、まあ、50するって意思を固めたんですよね。ですが、その後が地獄だった。まあ、その時、まあ、せっちゃんが最後ぐらいかな。SR、PSR がね、確定枠以降、2倍じゃなかったんですよ。今はもう、ほぼ全部のガチャ、2倍なんですけど、この後ぐらいから2倍になったのかな。まあ、もしかしたら、この、俺の動画を見てもらったのかもしれないですけど、うん。まさかまさかの、せっちゃん以外の SR も、200連出なかったんですよ。もう多分過去の動画見てもらったら分かると思います。闇ガチャ、うん、こちらは本当に200連虹玉が見えなかったっていう。いや本当にさすがにこれはね、精神的に来ましたね。ああ、まあ確かにせっちゃん50する人ほぼほぼいなかったと思います。今も現状いないんじゃないかな。見たことないんですよね、自分以外に50の人。まあ、それぐらい、なかなか渋いガチャだったと。まあ、まさかまさかの確定枠でここまで釣られてて、餌をぶら下げられて、うん、引いてみたら、SR 当たったのが、確定以降のガチャで、16万目ぐらい。それまで SR1 枚も当たってないんですよ。いや、マジで。マジできつかった。これはさすがに厳しいガチャでしたね。なので、自分の中で印象に残ってます。まあ、その後ね、結構こいつ大活躍して、まあ、皆さんにもね、フレンドとして貸し出しさせていただいておりました。まあ、今もね、ちょっとリーダーにさせていただいております。まあ、どんどん使ってあげてください。せっかくなんで、頑張って引いたガチャなんで、どんどん使ってあげてください。そして、まあ、第1位。まあ、第1位は、
まあ実況者冥利に尽きるというか、うん。もともと、イベント報酬だったんですよ、このキャラは。で、はじめ、こんなキャラいらねえよと。うん。今までのサポートキャラなんて、クソばっかだから、もうこんなん、うん。ミキサー用意だよ。って、もうツイッターでも、多分2チャンネルでも言われてたのかな？うん、後から聞いたんですけども、すごい言われてるらしいんですよ。ですが、やっぱり、実況者として、やっぱり、使い道を見出したいということで、まあ、最速で撮って、まあ、翌日には動画を上げさせていただいたんですけども、回答キット。うん。回答キット有能説。これを出させていただいて、まあ、ちょっと、で、うん、遅かったっていうのは、遅かった、遅くはないのか。うん、ちょっとみんながミキサーするのが早すぎたのはあるんですけど、うん。これが、やっぱり有能説。まあ、瞬時に出せたってのは良かったのかなと。うん。もともとね、みんなね、すぐミキサーしちゃうっていう人が多いんで。はい。これは、まあ、実況者として、まあ、できるだけ早くお伝えできたのかなと。まあ、これは自負してます。うん、これ、まあ、うん、回答キット広めたのは自分なのかなって、ちょっとこれはね、自慢になるかもしれませんが、間違ってるかもしれませんが、それは自分は思ってます。うん。まあ、そして、唯一の自分の動画の中で10万再生されてる動画が、回答キットを使った簡単 SSS 作成。うん。回答キットと、うん。聖華第一高校のキャラで、ノーマル、PN だったかな、時使ったね。まあ、そのキャラで SSS が簡単に作れますよっていう動画がね、やっぱり好評いただいて、自分の中でやっぱり一番あれが好評いただいてるのかな。はい。まあ、そういう動画でね、頭角を現してくれた回答キット。やっぱり今年は一番これが心に残ってるかな。はい。まあ、回答キットはね、まだまだ現役ですよね。バンバン使っていこうかなと。まあ、回答キット持ってない方は、全然、青葉でも大丈夫です。うん。まあ、使い道、ほぼほぼ性能は一緒なんで、使ってあげてください。ということで、うん。2018年、ベタの印象に残ってるイビキャラ発表、終了させていただきます。まあ、もう一度振り返させていただきますと、1位、回答キット。2位、せっちゃん。3位、むつき。4位が、水着のサラシナ。で、5位が水着のユールとなっております。まあ、皆さんもね、思うことあると思います。ぜひぜひね、コメント欄で、このキャラが印象に残ってるよ。教えていただけると助かります。はい。ではご視聴ありがとうございました。本日はここまでとさせていただきます。こちらの動画が良かったな。もっと頑張ってね。って思ってくれてる方、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。